はい、皆さんこんにちは。見慣れた方もね、いますでしょうけど、今回もオリジンガンダムで組んでいきたいと思いますよ。何体目やお前みたいなね。これパイプついて何をつけるんですか言われたんでね、つけてますよね、はい、ここからサフィサフィいってるんでね。話戻る。はいね。はい、ね、なんで組むかと言いますとね、ちょっとね、来月ぐらいに、まあちょっと日にちはっきり決まってないんですけど、そろそろね、決まるかなという感じですけどね、参加していただける YouTube 配信をしてる方たちね、許可をいただきましたので、ぼちぼち、紹介していこうかなという感じでね、はいはい、やっております。で、日にちはっきり決まりましたらね、その参加表明いただいている方とともにね、同日にね、その告知いたしますのでね、はい、ぜひね、またね見ていただければ。それのね、ちょっとね、大阪でオフ会をしたいなと思っておりまして、それにね、まあ参加していただけるような方、YouTube 配信側じゃなくてですよ、視聴者さん側で、参加してもいいよみたいな、行けたら行くよみたいな方がおりましたらね、ちょっと皆さんで、まあマスク着用でね、はい、コロナ対策などちゃんとしてからね、はい、なんたらディスタンスしながらね、はい、何でしたっけ、まあいいや、しながらね、気をつけながら、まあ皆さんで集まりましょうという会ができればなという感じでね、はい、今進んで、話が進んでおります。なのでね、オフ会とかね、私ちょっとネットの世界疎いというかね、あんま詳しくないもんですからよくわかんないんですけどもね、まあ、仲良くしてる人で集まって食事などできてね、遊べればなみたいな感じなんですけどもね、せっかくね、もしね、来ていただける、まあもう行きますよって言うてくれてるね、招待の隊長とかいますけどもね、私、TT 招待やっておりますのでね、はい。仕事休んででも行きますよって書いてくれてましたね。はいはいはい。ありがとうございます。そういう方のためにね、ぜひね、なんか来た時に、楽しかったなとか嬉しかったなとか思ってもらえるようにということで、今回はこのオリジンガンダムをそのオフ会の、まあなんかビンゴかなんかしようかっていう話になってますんで、ビンゴの景品として1体、作ります。なのでね、まあ来月の話なんですけどもね、まあちょっと来月か再来月か分かんないですよ、日にちがずれるかもしれませんけどもね、はっきり決まりました、言いますので、ね、そのオフ会に、参加していただいて、そのビンゴオフ、今のところオフ会のなんかご飯食べるのかよくわかんないですけど、その参加費が1000円かなんかかな、よくわかんない、1000円か2000円か知らないですけどね、まあ大阪の人にちょっとそこら辺を任せますので、ホストになっていただいてね、ちょっと司会進行などしていただこうかなと思っておりますのでね、その方にちょっと聞かないとわかんないですけど、その代わりに1枚ビンゴカードをお渡しして、そのビンゴの景品として何かみんなで出せればなという感じですね。はい、みんなと言ってもね、出せない人は出さなくていいんですよ。はい。誰が参加するか、私のチャンネルよく見ていただいている方は大体わかると思うんですけどもね、ちょっと公表は控えておいて、同日にね、全員その参加する人は同日に出すんでね、出したら皆さんの見てあげてくださいね。皆さんが何を考えて参加するかとかね、はい、そういう感じですね。はい、で、まあこれね、どうしようかな。まあもちろん今日はね、素組み、しますよという感じでね、素組みの動画になると思うんですけど、まあ素組みしてるとこはね、何回も見せてますんでね、ちょっと割愛させてもらって、完成だけでね、お伝えしようかなと思うんですけどね、これのカラーバリエーションなどもね、なんかリクエストがあった方がいい、ノーマルで組んだ方がいいのがちょっと悩んでますんでね、カラーバリエーションのリクエストなどありましたら、このコメントでいただければ、ダイレクトメールだとね、皆さんに見えないんで、この動画のコメントにね、何カラーがいいですとか、いうのをいただければね、それの一番多かったカラーリングやろうかな。もしそれがコメントがどうでもいいよみたいな、何でもいいよみたいな感じであればね、このノーマルカラーで塗ろうかなと思っておりますので、ぜひね、コメントいただければなと
思います。はい、あ、そんな感じですかね。はい、じゃあ早速ね、組んでまいりましょうか。はい、私の残り7つのストックの一つですよ。あ、まあそんな感じですね。はい、まあ何回も何回もやってるんでね、あの、まあまあこれ初めて見る方もおるかもしれない、ね、そういう人もいるでしょうからね。まあそんな感じの漫談です。はい、説明書ですね。はい、表紙というか一番1ページ目がこんな感じになっております。気になる方はね、引き続きよろしく。はい、まあまあいいかこれで説明ぐらいのところでいいか。はい、こんな感じの、やっていきたいですね。で、あの、一応ね、私足伸ばす改造はしたいんでですね、この内部フレームちょっと伸ばそうかなと思っております。はい、だから私は好きなように作っていいよって言ったらそれでいいですしね。はいはいそんな感じで仕上げようかなと思っておりますのでね。はい、まあまあ、ちょっとそうですね、組んでからお話ししましょうかね、また。はい、じゃあすぐみ完成までスキップいたします。はい、すぐみ完成いたしましたまあこんな感じですね。はい、普通に組んだだけです。まあここからね、ちょっとこの内部フレームだけね、伸ばす加工と、ここの関節をね、ちょっと隠す加工をね、しようかなと思っております。はい。あまりね、改造するとね、嫌がられる方もいると思います。どうしましょうか。改造しないでこのまましましょうか。そこら辺もちょっとね、コメントで、足伸ばす改造か、するかしないかね、意見ありましたら、はい、ください。ちょっと撮っときますね、コメントを見る 2,3 日と撮っときましょう。はい、こんな感じでね、まあオフ会の、まあ、イベント用景品ですかね、はい、としてのガンダムですね。そしてね、まあ他にも何か、まあ人数によりますけどもね、はい、何か出せればなと思ってますね。これ以外にもね、はい、なんか出そうかなと思ってますのでね、お暇な方はね、まあ日にちと場所が決まりましたらまた告知いたしますのでね、ご参加願えたらと思います。で、ご参加願う連絡は今のところね、どうしましょうかね。まだね、参加しますよっていうのをね、正式に募集はしておりませんのでね、はい、ちょっとどうしましょうかね。ちょっとまたね、打ち合わせしてから、誰かのツイッターであったりとかね、で、私ちょっとね、本職はね、最近忙しいんでですね、はい、誰かに頼むと思いますんで、またそれもすいませんがね、その告知あった時に参加表明いただければなと、はい、もちろんコメントでね、参加しようかなみたいな感じのコメントはね、嬉しいんで書いていただけたら嬉しいですけど、はい、正式に、何名とかね、会場の具合もあるでしょうからね、はい取らないといけないんでね、はいはいはい、なんかやっていこうかなと思ってますので、はい、ご協力願えたらなと、そして皆さんがね、仲良くできればなと思っておりますので、ね、視聴者の皆さんもね、ご協力いただいてね、私だけではなく、その参加してくれる方ね、仲良くしようぜとかね、シックボーイさんとかもね、もちろんそうですけどもね、仲良くしていただいてる方とかもね、応援などもね、はい、していただけたらと。そしてね、まあまあ私のところはそんなにね、この1年ちょっとね、なんか変なコメントってないんですけどもね、変なコメントもある時もね、やっぱありますんでね、それをした時に自分がね、嫌な気分に後でなると思いますんでね、自分を喜ばせるためにも人を褒めるっていうことをした方がね、すごく楽しくなると思います。はい、なんで、まあそう思ってね、やってる方はほとんどでしょうけどもね、はい、さらにね、皆さんを盛り立ててあげていただければと
ついでに私もね、盛り立てていただければ嬉しいですよね。ということで、今回は大阪でする予定のオフ会の景品のガンダムを素踏みするということでした。はい、まあまあ引き続きね、オフ会の告知みたいな動画も作りますんでね、はい、キンキンでそちらの方も見ていただければなという感じです。それではこの動画面白いと思われましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターのフォロー、よろしければね、サブチャンネルもいたしております。そちらの登録もお願いいたします。それではさよなら。